はい、えー、皆さんこんばんはこんばんはえっとですねちょっと順番が前後してしまうんですけれどもうんあのというのはこの間ねあの七草の日のお話をしましたけれどもそれはあのその日にお話をしなきゃいけなかったからしたんですけど実はこの机が少し変わりましたねほんとだねはい <laughs> あのこうやってできるようになりました <laughs> 今までの机はですねあの机風のものだったんでそうだって、ね、マイクを乗せることはできるんですけどこう体をこう乗せることはできなかったすごく広いですね、はい、ちゃんとした机です、うん、でこれはあのポッドキャストでねあのメンバーシップになってサポートしてくださってる皆さんのご支援を使って、えー、購入をさせていただきましたありがとうございますありがとうございます えー、ポッドキャストねあのだいぶちょっとずつ進化させていきたいなと思っていてであとここにねオレンジのライトが前からありますけどこちら側にもつきました <laughs> つきました <laughs>、まあ、どうなんですかねあのまあいろいろ実験してますそうですねはいでまあねいろいろ考えてまあやってるんですけど基本的にはこうポッドキャストじゃないですか はい、だから声なんですよそうだよね <laughs>、うん、声だし喋っている内容なんで、うん、多分みんなそんなにね画面見てないと思ううんですよそうね、はい、なのでここはもうあの自己満足の世界だなと思っていてあの、まあ、自己満足ってよく日本で使われるんですけどもうあんまりみんなが気にしてないんだけど自分は気にしてるっていうか、うん、そういうところ自己満足の 世界みたいなことを言ったりしますすよねねそうです、ねはい、なので僕の中の自己満足としてはあのこのマイクあるじゃないですか 2>、うん、で今2人違うマイクを使っているじゃないですかそうだね、はい、同じのにしたいなるほど、はい、でもそれは <laughs> それをしたところでほぼ何も変わらないんです、うん、でこのライトもこのライトも今違うやつをつ,つけてるんですけど同じやつにしたいんですよ なるほどね、でもそれはもう完全に自己満足の世界だなと、うん、皆さんは関係ないと思ってますからですね、はい、っていうような <laughs> まあ自己満足ってよく使われたりしますよねうん、うん、結構気にしちゃってなんかできないとかっていう人もいますよねありますね、うん、あの僕のね友達が「ポッドキャスト」とか「YouTube」を始めたいって言ってたんですよほ<う>、うん、で、まあ、僕ら一応やってるじゃないですかうん とというこでで相談を受けたんですねうん、うん、カメラは何を買ったらいいのかとかマイクは何を買ったらいいのかとかあとは、まあ、このライトですね照明今3つ使ってますけどこの照明は何を買ったらいいのかとかテーブルはどうしようとか言われるんですけどそこはあんま関係ないんですよね。<laughs> まあ確かに、はいあの。内容なんで喋、はい、ってる内容が一番全てなんで。うん、で結構その友達は それを揃えられないから始められないと言ってましたけど<ー>揃えたからって言って話が面白いわけじゃないじゃないですか確かにね、うん、逆なんですよね話す内容ねはいそうなんですけどやっぱりその自己満足というかね形から入るというかね、うん、そういうことがあって、まあ、何かを始められないっていうことってありますよねよくありますうん でまあ、その友達はこの2023年になるということをきっかけに、えー、ポッドキャスト YouTube を始めたいと思っていたらしいんですおおいいじゃないですかまあだから新年の目標ですよはいで始めようって思った時にこれがないあれがないってなっちゃって挫折してしまったんですもうもうですかはい、はい、そうなんです 早いですね、はい、始められなかったからって言ってましたあら、はい、まあよくある話だなと思いますけど <laughs> ありますね、うんまあ、なんでこんな話をするかというとですねこの、えー、EasyJapanesePodcast っていうのはえー、っと2021年今から丸2年前の1月の26だったかなに始まったんですそうでしたか、はい、なんでそれを覚えてるかというとうん 僕はですねその前の年2020年ですね、まあ、コロナが流行ってステイホームなんて言われていた時ですよはいでポッドキャストやりたいって思って12月に考えてたんですでそしていいマイクが欲しいいいレコーダーが欲しいって言ってて、うん、で,でも新年から始めたいって思ってたんだけど全、ま 全くその友達と同じ理由でで遅れたんですよねなるほどね、はい、<laughs> 始まるのがだから1月の終わりにな,っ、ねはい、なりましたねはい、うん、はい <laughs> あのその時はですねちょうど今ぐらいのね1月の10日前後ぐらいの時にですねこれを買うと決めて買ったんです、はい、そしたらやっぱりそのステイホームの時期だったんでみんながポッドキャストとか YouTube を始めてて そのマイクとかかが買えなかったんですよね在庫がなくてそういうことありますよね、はい、それで1週間待ち2週間待ちということになりましてで、まあ、このマイクたちが届いた時がもうその二十何日だったということだったんですねなるほど、うん、始められなかったんですねそそうですそうでですすマイクがなかったから、はい、だけど、まあ、今思えば音質は悪いけど始めることはできたなと そうでですすよ思ったん僕らはカメラマンなんでカメラのマイクとかありますしねわざわざこのポッドキャストとかに使うマイクを使わなくてもいい、うん、始められたなと思いますできましたね、はい、ただまあそういうことってあるよねっていう話よくあります、はい、非常によくあるんで、まあ、今年はそういうことを言い訳にしない年にしたいなと思いますうんはい いいと思います。って言いながらも、お机を買わせていただきましたっていう、<laughs> まあ、そういう話です。はい。はい、机はね、あの、ちょっと。あの、なんていうんですか。居心地が悪かったというか。か、はい、そうですね。足が入らないとかね、はいはい、あ,あったんで。撮影とかもしにくかったですね。はい。はい、なので、本当にありがたいです。はいうん、いや、それでね、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、何もない状態から始めて。な、だんだん、皆さんに援助していただけるようになって、ちょっとずつこうやって。 物を入れ替えたり新しくしていけばいいんじゃないかっていう、まあ、そういう話なんですよあそうですね。ということで、まあ、机が新しくなりましてまた改めてねこのポッドキャストを撮っていきたいなと思っていますので引き続きよろしくお願いします。お願いしますでではでは